い、じゃあ今聴いてもらった、13曲の中から、1曲決めるので、1人、3個まで手挙げていいので、手挙げてください。聞いてないって。聞いてた？聞いてなくない？じゃあ行きます。はい。どうする？1曲目いいなって思った人手挙げてください。どうしよう。正直聞いてないから何番でもいいよね。じゃあ、2曲目いいなって思った人手挙げてください。今日のところはもう終わりなんだけど、どうしようかなってね、30分ぐらいね時間残ってるの。どうする、みんな合唱コンの練習したい？あ、したい。じゃあちょっと他の先生にバレるとねちょっとやばいから、静かめにね、静かめにだったらいいから、みんないいよ練習して。ありがとうございます。じゃあ男子と女子分かれて一回離れていても、あ、一回ストップ。はい、あの先生さ、昨日調べてきたんだよ、うん、はい、あのね、ここのところ、はい、もうちょっとビブラート、あ、ビブラート、うん、先生もよくわかんないんだけど、うん、でもここで息をねするって、あ、確かにその方がいいかも。そう、そしたら次歌いやすくなるって。わかりました。みんな大丈夫？じゃあ今言ってくれた、ここの一番最初のところのビブラートと、うん、そのワンの次のあのブレスを気をつけて頑張って。ありがとうございます。はい、てかやばい、うん、なんかさ中間発表みたいなあったじゃん、うん、この間リハーサルみたいな。そう、7組やばいらしい。マジ？うん、もう本当にレベル違うって。なんか半分ずつやってるからさ、うん、後半のクラス分かんないよね。聞こえなかったじゃん、うん、そうなんだ。何歌ってるっけ、あれ、あなたへ。あなたへか、うわ勝ちじゃん。勝ち。しかも上手いから。マジか、やばいかも。マジ？うん、はい、じゃあもう一回あの2枚目の一番最初のサビのところからやります。はい、はい、せーの。離れていてもいつだってちょっとダンスちゃんとやってもらっていい？本当にやめてほしいんだけど、あ、ふざけて歌うとかもういいから、マジで。全然面白くないよそういうの。どうやって歩いから、じゃあ、今日はここまでにします。はい、じゃあ解散。はい、どうする？全然ちゃんとやんないじゃん。マジでやば。太郎とサスケでしょ、あの二人だよ ね。でもさ、今日タケルさ注意してたよね。思った、タケルはいつもちゃんと歌ってんの。しかもそうなの、いつもさなんかふざけてる系だからさ、そうと思ったらさ、マジいいやつじゃん。超いいやつ。タケル本当はいいやつだから、そういうやつが一番いいやつなんだよ。いや、それなマジ大好き。こういう行事ちゃんとやるんだってびっくりするし、本当にタケルやばい、ね、やばいわ。デッキも持ってったよね。そうなの。誰も行ってないのにさ。そう、手伝ってくれるの。だって実行委員じゃないんだよ。やばくない？むしろ実行委員の方がやってないもん、私ね。本当だよね。最悪。すごいすごいすごい、タケル。みんなタケルになればいいのにね。あんな上手かったの知らなかったんだけど、弾き語りだよ、しかも、うん、いや、そう、いや、あれをしかも秘めてたっていうのがやばい。そうだよね。だって出たくないって言ってたからさ。それな、そこがいいよね、うん、やばー、めっちゃみんな惚れたっしょ。絶対惚れてる。絶対みんな好きになったから。いやいやいや、ちょっとびっくりしちゃったもん。やばい、惚れました。これは惚れました。やっぱかっこいい。やっぱタケルだわ。タケルだね、うん。はい、結果発表が。やばいね。緊張してきた。緊張する。やばいやばいやばい。発表する。ね。手つなごみんな。みんな。結局1位7組か。ねえ、てか絶対あなたへだからだよ。いや、そうそうそう、あの曲だってさ、感動するもん。だってもうみんなでさ、じゃんけんであなたへ取り柄になってさ。そうそう。
で勝ち取ったのが7組だったじゃん。えもうそこで決まってた感あるよね、うん、あるある。選曲だったもんだよね。この曲じゃ無理だもん、うちら、うん、うわーマジかー、ね、悔しいけど、うん、あなたええな。でもさ思ったんだけどさ、うん、あなたはまあじゃああの曲がいいからいいとして、 そうだね、うちらも多分あの曲選んでたら1位じゃん。それをなしにしたらさ、そうそうそう、多分うちら良くなかった、一番良かったよね、うん、正直賞取れなかったけど、うん、本番めっちゃ強くないうちら、そうそう、絶対曲がのせいで、ね、うまさやったらうちら1番だった絶対、だよね、絶対そう。え、あの難しい曲、え、ね、そんなレベルまで持っていくのさ、そう、結構、え、でもみんなそれを知らないからだよね、うん、レベルの高さで言ったらうちらも結構やっぱそうだよね、うん、うちらが一番良かったもんだって、普通に、ね、一番だよね、うちらめっちゃ良かったよ、ね。笑うんだ。笑っちゃってるよね。面白すぎるじゃん、これ。